どうも、わたくわです。今回の動画はこちらのボトル、大きいのがだいたい 1600ml、 ちっちゃいのは 800ml なんですけど、沖永良部のコギリクワガタがこちら成虫になっているので、今回は沖永良部のコギリクワガタの成虫掘り出しをねやっていきたいと思います。こちらね、沖永良部のコギリクワガタはずっとね我が家で類台を回している種類で、沖永良部島っていうのが南西諸島の方ですね、沖永良部島っていうところに生息している、正式にはね奄美のコギリクワガタの沖永良部島亜種っていう立ち位置のクワガタで、結構ね体の色がオレンジっぽく綺麗になって、顎はねトカラの子ほどは大きく発達はしないんですけど、なんか緩やかにね湾曲して、顎がね結構トゲトゲになってね、かっこいいノコギリクワガタになりますので、ちょっとね掘り出していきたいと思います。それではね1つずつ掘り出していきましょう。それではね、まずこちらのボトルからいきましょう。これはねもうここに羽化してますね。今回掘り出す個体は大体が、去年の10月に産卵幼虫の状態でねこのボトルに投入して、もうね今日は7月の17なんで、もうねこのボトル投入して9ヶ月以上経過してますね。羽化したタイミングはねもっと早いと思うんで、一部ねもう活動開始してる個体がいることを考えると、春先くらいにはね成虫になってるとは思うんですけど、そこから休眠してて、ようやくねこの夏になって活動開始してきたんじゃないかなと思います。冒頭で沖永良部島の話をしたんですけど、奄美大島と沖縄本島の中間ら辺にある島ですね。トカラの方ではないですね、全然。その辺の島に生息しているノコギリなんですけど、結構ね色はめちゃくちゃ明るい、トカラみがある色をしてるんですよね。こちら出ますと、まあこんな感じですね。形はね沖縄の子みたいな感じで、顎はね水牛型にはならない亜種なんですけど、色はねトカラの子みたいな、こういうね鮮やかなオレンジ色になるんですよね。これはでもねなんかそんなに大きくはなってくれてないかな、気になるサイズはこんな感じ、 51.3、まあ平均かちょっとちっちゃめかなみたいな感じだと思いますね。めっちゃくちゃ綺麗ですよねこれ。裏はねこんな感じですね。おそらくねもう成虫になってからある程度ね時間が経過してるんで、孵化したばっかりでこの色っていうよりはもうねこの色で固まってると思っても大丈夫だと思います。じゃあね次の答え掘り出していきましょう。次にね掘り出すのはこちらですね。これは多分ねここで成虫になってる個体だと思います。よし、キノエラブはね本当に奄美のコギリクワガタの亜種の中でも特段色が本当に特殊なタイプのクワガタですよね。お、あ、これちょっとね色が明るいな、なんかねお尻も出てますね。はい、ちょっとねお尻出てるんで、これは最近羽化したのかな。裏はねこんな感じ、これはちょっと体固まりきってない可能性もありますが、あとねサイズもあんまりないかな、顎の開き具合が何とも言えないんですけど、まあこのくらい、 48mm、 ちっちゃいですね。飼育レコードが 69mm だったかな、そうですね、飼育レコードが 69mm の、野外レコードが 64.5mm なので小さい方ですねこれは、 48mm。次はね、これ行ってみましょう。これね、800ml のボトルで、そこね、ここに羽化してますね。これは、あれですね、これも同じだ。10月の12日。今日掘り出すのは全部、去年の10月12日に、ボトルにね、産卵幼虫の状態で投入したやつになりますね。産卵幼虫なんで、多分ね、産卵セット組んで、そこからね、割り出しがかなり遅くなっちゃって、それでまあ、産卵になった頃にボトルに入れたんだと思う。これ顎の発達いいな、意外と1600のボトルより800で大きくなってますね。ここ52、最初の2期より1600よりなぜかでかい、ね、このくらいになってくるとこの顎の内視の感じがね、ちょっとねトゲトゲが出ていい感じですね。まだでも洋室にいたんで本調子じゃないんですけど、もうちょっとでね活動開始しそうな感じだと思います。52mm、お次はこれ1600ですね。ここからなんかね、やっぱねノコギリは洋室作るのはあんまりうまくないみたいで、このボトルも細長い洋室作っちゃってますね。お、あ、でかいぞ、なんかねいい形してますねこれ。あ、でもなんとも言えないかな、どうだこれ、
あ、でも綺麗に浮かしてますね。これ52以上あるかな。いい形ですね。あ、でも意外とちっちゃいかこれ。ここ、うん、52ですね。今回なんかね、思うように伸びないな。色はね、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。52mm。 次はこちらのボトル。これはね、まあなんかすごい長い洋室作ってるんですけど、 1600ml のボトルで、今回ねあんまりそのサイズ伸ばせてない理由は、全部ね三冷凍乳なんで、もうちょっとね、あの幼虫が若い頃にしっかりねボトルに投入していいマット食わせてたら、もうちょっとねサイズ伸びたんじゃないかなと思うんですけど。お、出ました。うん、まあ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 、これもでも52、3かな。いい形はしてますよね。こう開いたら、あ、53ある。53ギリありますね。これ 53mm。 一旦今日最大がこれですね。本日ラスト2匹のうちの、こちらね 800ml のボトルやっていきましょう。今のところね、そのさっき800から 52mm 出たんで、意外とねその容器のサイズにそこまで差がないのか。あ、羽バカだ。羽バカちょっとね浮かせ前しちゃってますね。サイズはまあまあまあ 50mm あるかないかっていうサイズ帯ですけど、あ、ちょっと残念。一応ね念のためサイズ測ると、大体で測りましょう。大体このくらい、48くらいですね。時々ね、やっぱり不全もなくはないですね。なんだろう、温度が悪かったのかな。それではね、本日ラストこちら行ってみましょう。こちらはね、ここに洋室作ってますね。なんかね、結構ノコギリってボトルのね底に洋室作るイメージ強いんですけど、この個体はね底じゃなくて、なんかね中間くらいの高さのところに洋室作ってくれたんで、どうなんですかね、何かが違うかもしれない。うん、まあまあまあめちゃくちゃ大きくは見えないな。すごい、でも細長い洋室ですよねこれ、はい、あ、でもでかいかな。洋室はねこんなんですね。もうすごいでかい空洞を作ってました。で、浮かしたのはこちらですね。50でも意外とあるかな。意外とありそうです。でも本当ね、測ってみないと分かんないけど、今日浮かしてるのはね軒並みそんなに大きく、ああ50ない、ああでも50ジャストくらいですね。本日ラストは50ミリでした。ということで、まあ、今回は、こちらね7匹の沖永良部のゴギリクワガタ掘り出して、まあ、全部ねオスだったんですけど、一番ねサイズが大きかったのがこちら53ミリっていう結果になりました。ちょっとね沖永良部の子で53ミリっていうと、なんとも言えない。まあ全然ねすごい大きいというわけでもなく、まあ平均なのかちょっとちっちゃめなのかっていうねサイズ帯にはなっちゃったんですけど、まあ、今年もねもう実はメスも10匹以上ですかね、成虫になってゼリーを食べていて、こちらのね沖永良部の子も、まあ、今回掘り出した個体以外にももうね活動開始の個体がいるので、この夏ねまた大きい個体同士をペアリングしてちょっとねルイダイ続けていこうかなと思います。まあ、国産の子の中でもね結構その生息地が沖永良部島っていうね限られた場所に生息していて、もう形もね色も結構得意な種なんで、まあ、今のうちはね確かねまだね採集は禁止はされてない種類ではあると思うんですけど、南西諸島のクワガタって今後ね採集できなくなる可能性めちゃくちゃあるんで、今のうちにねその飼育できる分はしっかり飼育して、類大ね絶やさないようにこれからもねやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。ちょっとねマイナーなノコギリクワガタかもしれないんですけどね、これを機会に沖永良部島に生息しているの沖永良部のノコギリクワガタ覚えていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。またね次の動画もよろしくお願いします。失礼します。沖永良部。